どうもゴルフペインフォーです。友です。りょうです。シダというかキキフレックス、ドライバーのシャフトをシャフトのね、フレックス書いてあるところにテープを貼って、で何にもわからない状態にして、シャッフルして1番2番3番と打っていって、最後に答え合わせしてシャフトのフレックスを当てるっていう動画になります。使用シャフトはアッタスジャックです、今5S、5X、6S 結構ね、近いフレックスなんだけど、自分がこう振りやすいシャフトのイメージとフレックスが合ってるのかとか、数値的にどうなのか、一般的にほら硬い方がさ、スピン量がとか打ち出しがとか曲がらないとかよく言われてるけど、6S が主流だったのがどんどん 50g 台のカスタムが増えてきてる中で、本当に合うシャフトなのっていうね、だって人に貸したってそうじゃん、これ何 X ですよって言って渡して一見目めっちゃみんな力んでんじゃんもう先入観が入ってるから、そうね、変わってかんないとみたいな、本当全く知らない状態で打つっていうのは面白い、そうでしょ、だって女性のクラブだって渡したらみんな軽く打つじゃん最初だろうね、そうでしょ、絶対そうだろうね、そうだから先入観ってあるのよ、それ抜きで自分のこの感覚でどう感じるか、それは面白い実験ですよこれ、ラウンド用スイングもしてドラコンでやってみるっていうね、その3本の中でどれが一番初速出て飛ぶのか材料にしながら、はい、ということで見てみましょう、どうぞ。
ぽいというか。予想から、うん、あの数値もねある程度見て、判断、あとまあ打った感じから言うと、トモと量一緒になったね。1が 5S ということです、うん、で2が 5X、うん、で3が 6S、うん、1の 5S の理由、まあ軽いってのと、マンブリしてるところ 1,2,3,5 各マンブリした時に一番初速が出てたのが1で、まあ、ドラゴン的には軽けりゃ早く触れるだろうみたいな考え方かな。で、2に関してはどう ?2 が一番良かったんでしょ。そう、僕はなんかこうシャキッとしてる感じがして、うん、これもまあドラゴンが理由かな、うん、やっぱ初速が2番目に出て、まあ、方向性がまあまあ良かったかなっていう。で、3番目の 6S の予想の理由は単純に重い。まあ、僕の3予想は一番なんかこの球が落ち着いてた、あコントロール性的な感じで、初速がこう満振りした時に出ないけど、こうラウンドスイングだったらこう打点が揃うというか、っていうのラウンド向けっていう感じがしたんだけど、行、うんうん、きましょうか。1から行きますか。一番5S。 合ってんじゃん。 5S でした。うん、そうだね。よっ、はい、 5X。 あ、もう合ってんじゃん。すごい合ってる。 3番目、はい、 6S。 はい、あ、まあ正解は正解してたと。うん、 S の方、うん、一番の 5S の方で言うと、トモはまずスピンが多い。あ、うん、速は、まあ、2番目に出てると。 5X が、うん、まあ、初速が一番出てて、スピン量が、まあ、安定してた、うん、かな。2850、まあ、これはトモの中で結構少ないと思うし265とか出てたでしょ、飛距離が。 6S になると初速が本当1ぐらい落ちて、でスピン量2700ってなってるけど、結構これがバラバラで、うん、3000の時もあれば、うん、もうちょっとこう2200とかの時もあったから、うん、これ完全に重さでちょっと落ちてる感じですよね。このヘッドスピードが落ちて、そうそうそう、初速も落ちた感じ、うん、選ぶとしては 5X なのかもしれないね。 B、うん、の方はこれはもうね、ほとんど初速の誤差はないけど、そのラウンド用のスイングだとしたら、3番の 6Sが一番打点が振れない、うん、その 5S、5X っていうのは、満振りした時はすごいやっぱ初速出た、軽さの分、ドラゴンとして一発の飛距離で、まあスピン量はもう3番が一番安定はしてた、うん、1番、2番はやっぱちょっとフック系の球が多かったり、少しスピンが入ったりとかで平均がこう大きく誤差が出たりするけど、だから 6S でもラウンドだったらいいのかなっていうところだね。 5S、5X とか、うん、他にもさ 4S、4X とかもあるから、うん、6S じゃなくて 6SR とか、うん、僕はね 6SR 意外といいと思ったんだけど、このあれだね、先入観なしで打てるっていうのがいいね。そうね、なんかこういうのっていうのはこれショップでできないよ。あの、僕あっち向いてんで隠してくださいできないよ。一応ね、これほら順番、うん、シャッフルしてなんかこんな順番になったけど、うん、ね、実際あのね、最初から 5X から入って、その後 6S もう一回、5S みたいな入り方だったら間違ったかもしれないし、あ、今これちょっとね、ちょうどこう柔らかいからどんどん、うん、重い硬いになってきたからまだ良かったけど、まあ、好き嫌いせずにどんなフレックスでも、うん、そうだね、まあ、だからメーカーのカスタムのほら白回とかある時が一番シャフト揃うだろうから、うん、そういう時にね、いろんなシャフト打った方がそうやっぱりいいよね。ここまで変わるんだから、特にトモの、ね、5X とかこんな下手でもね変わるんですよ、うんうん、いいから、はい、今回はありがとうございます。